あ、これこれ、こんな難しかったっけ、ミニ四駆。待って、俺氷にしか動かないんだミニ肉だわ。パーツめっちゃ買ってきました。まあもっと買ってきたかったな、正直。もうやってんの？ちょっと待ってね。モーターはスマートダッシュモーター。はい、これ全部オフィシャルなんで。スプリントダッシュモーターとか知らねえ。スプリントか。うわすげえ。俺も初めて見たそれ。すげえ、めちゃめちゃパーツ買ってるじゃないですか。やばくない？これ懐かしい、このベアリング。それ何するんすか？これ見て、これ絶対強くない？ジャパンカップ2020ハイパーダッシュモーター、多分トップティアだよそれ。あ、モーター、あ、これはウェイト、これが、あ、レブチューンモーター。レブチューンはみんな知ってるでしょ。レブチューン調べして、あの幼稚園卒業できないですからね。これレブはストレートに速いですよ。アトミックチューンモーター、やりますか。モーター決め、黒ひげ危機一発。いいね。てか、マシンは？マシンも決める。マシンも決めるか。次じゃあ、マシンとモーターを選んでいける。やったことない。刺してればいいでしょ。はい。刺して飛んだ人はどうなの？飛んだ人が、普通は罰ゲームなんですけど、勝ちていい。今回は勝ちで、モーターか機種を選べるっていう感じですか。行きましょう。はい、行きましょう。行きます。じゃあ、刺せば当たりってこと。高校ぶりでしょ。はい。ダメだ。ここにいるんでしょ。ダメだ。いや、なんか来い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 。おら、優しい。意外と、意外とここで飛ぶね。ここ、うわー、どうぞ。どっち、どっちか。モーターか機種か。モーターか機種。でも、わかんねえっしょ。わかるんか。まあなんか、嗅覚でね、うん、値段とか。値段シンプルにペイトゥーウィン。値段違うはずだよ。ペイトゥーウィン。ほら全然違う。390円、430円、411円。500円。500円ある。600円だ。ハイパーダッシュが635円。うわっ、うわっ、うわっ、ハイパーダッシュやばい。値段で言ったわ。ってなると俺か。絶対早いもん。いきますね。逆に外したら機種一発目でやれるから。そうですかね。でも機種変わるもん。いやいや、特殊能力だから変わるよ。レーシングが強いよ。刺せるよ。刺せるってなんなん。いや、マジマジマジ、レーシングは攻撃できる。刺せるんだよ。スピードの方が刺せるしね。マジ、何これ。すっごい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 すごいすごいな。そんなことあと2個しかなくないですか。ないんだけど。え、ちょっと待って。2V1 だよ、2V1。 うわぁ、さすがに中途半端。そんな、そんな気味が当てちゃうんだ。すげえドヤ顔してる今のから。煽り性能だけ今。これ、これ割と余っちゃったんで、これ自由枠で持ってきません？みんな。これ余りっす、全部。マジっすか？あ、これ。じゃあ、これ。これ。何だっちゃう？何だっちゃう？自分で作ったからね。2個か？こんなに一生懸命シール貼ってさ、組み立てて走らせた自分のマシンがクソ遅かったら蹴り飛ばすかも。一着分かんない。じゃあもう目が見えん。目壊れるさ、ほんまに。じゃあ子供向け。いや、これ絶対子供向けっすよ。これだって子供じゃないとパーツ見えないっすよ。穴がちっちゃすぎる。じゃあ、穴ちっちゃい。あっ！犬いた、今。犬いましたね、今。なんかこのタイプで気がアップしてる。スペーサーがなんか飛んでった。嘘だろ。もう無理。ちっちゃすぎる。ちょっと待って。スペーサーなんか飛んでた。あ、あった。うんうんうん。いいね。ちょ、ほんとに、もう、はあ、これ、マジ無理。ちょっと、使うわ。この、せっかく強化パーツ、これ高いの買ったのによ。
小さすぎてはめれねえ。マジでこれ無理無理無理。このネジ一つ、お前俺からネジ止めて奪ったら何が残る。ネジ止め最強だぞ俺。どれだけのネジを止めてきたと思ってんだ。その俺ができないってよっぽどだぜこれ。何やってもネジ止めうまいっすねって俺言われるんだよ。何をやっても妻にも唯一ネジ止めだけはうまいってすげえ評価されるの。お前何でもできないけどネジ止めだけはマジすごいって。妻にもその俺ができないほど小さいんだけど、これどうやってやんの。大不正。何でもできないって言われてるんですよ。やばいぜこれ。企画が違うとしか思えん。ネジが入らん。やっぱ配信者って嫁にポンコツって言われんやな。仮止めして指で。すごい早くないっすか。早っ。ダメや、タバコすごい。手伝うの終わったか。いやー、またすぐチキシモ頭いてチキシモ知恵熱出るって。うん、自作 PC より難しいぞこれ。いや、マジ自作 PC よりむずいっすねこれ。やばいって PC 作る方が全然簡単ない。おいちょ、マジでね、パーツが小さすぎてね、入れん、もう、むずすぎだろ、これ。ちょ、俺、不器用だからさ、ねえ。おー、ちょっと待って、待って、待って。自分が一番楽しみにしたのに。こんな難しかったっけ、ユニオン君。入んねえ。よくやりたいって言ったんですけど、そもそも言っといて。やりたいという願望がやっぱね、やりたいことってやっぱ夢なんだよな。夢って叶わないもんなんだよ。そうか。なんでそれっぽく言ってるの。でも子供の時にタイヤのこのシャフトをさせなかったのにさせるようになってる。わかる、それ結構力いるよ。力いるよね。すげえ。ガクっていってシャフトさ、刺さるよね。そうそうそう、成長してる。指先一つでなめんなよミニオンくん。3歳の時と自分戦ってるってではないけど、パワーでいけるようになってる。まあ30倍ぐらい多分握力あるからね。反対側に俺なんかパチスロの実践動画で勝手に出てくるよな。どういうこと。パチンコの実践動画でなんか外れたら俺のあの対外にせよっていう動画のあの素材勝手に使われてんのよ。ミーム化してるやん完全に。そうなの。モーターが後ろ。だって音しないからね。ブリとかもしないとまだ。奥になんなの。電源が切れない。スイッチミスってるって。死ぬまで走り続ける。早速脱落者1名。X 級が一番まともに完成すると思ってたのに。あ、ちょっと返すね。完成だね。めっちゃ綺麗。めちゃくちゃいい音鳴るじゃん。あのオフにしてんだけど、これ字が持ってる。待って、オフにしたのに字が持ってる。ちょ、字が持ってる。まずい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 。ということで。字が持ってる。おかしいって。字が持ってる。こいつ走り出す。走り出って俺のマシンが。あ、うるさい。うお、終わった。え、そういえば確かに干渉してる。え、タイヤが干渉してる。待って、俺氷にしか動かないんだ。これ行くのはないよ。違うのこれ。シャフト抜けないんだよ。前も前にあの縦のシャフト。あ、ほんとだ。ちょっと待って、氷駆動だ俺。ハリケンソニックって氷にしか乗らないのか。俺、え、ダメじゃん。え、これな。ちょ、俺もなんで前輪回んないのこれ。ミニ肉だわ。
ちょっと誰誰誰誰誰っすか。ナチュラルに出たやつ。ナチュラルに誰か本当にこいた。本当にこいたか。本当に人間もスイッチオフにできてない。鉄なスイッチオフにできてない。おい、なごましてくれるな。最悪だよ。めっちゃいけない。 XC がやってんだ。ガチでエグいって。全然スイングしないじゃん。ガバガバじゃん。うわ、全然タイヤのサイズ違う。このタイヤいいな、みんな、ミニ四駆。四駆いいな。やばい、なんか、六角のこの四駆のタイヤ外そうとしてさ、外れないから、歯でやったら歯かけたんやけど。ちょっと、もう、みんなが傷つくために俺申し訳なくなってくるよ。無事に走らせよ。ミニ四駆作ろうったら歯かけた。やってみるな。やりましょう。行こうよ。行きますか。1回。2年しかない。これ2連しかないよ。3、2、1、スタート。いやー、あれ、おい、なんで。わー、めちゃめちゃコンサートした。おいおいおい、すいません。遅い、もうここの無理よ。これめちゃくちゃ遅い。おっせおっせ。俺の亀やぞ。おお、お願いします。危険だな。おお、早っ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 。あんなに頑張ってつけたのに。あんなに頑張ってつけたのに。わあ、修正パッチが。やべ、パッチが耐えられない。修正パッチ誰か挑戦しよう。やりましょう。やろう。俺、こっちね。いいぜ。レイー、ゴー。おお、早っ。俺も早い。ほら、行け。あーしゃー、早く持ったの。早く負け。ダメなんぞ、早すぎると。ありがとうございました。まあ、ゲームやらね、飯食ったり。あ、ケーキ忘れてたな。これ買ってきたのに。え、ケーキ買ったんですよ、ケーキ。これクリスマスで1個絶対許せないことがあって、ケーキで絶対クリスマス俺やんなきゃいけないことがあって、ケーキを食わなきゃその年終われないんですよ。ケーキだけ食いましょう。大したケーキじゃないですけど、でも多分みんなそんな食えないと思って、本当に小さいのだと思ったんですよ。ほんとチップつまむだけの。そういう気持ち言ってるじゃん。そういう気持ち言ってるじゃん。昨日まで。昨日まで。お前、1時間かかってんだよ。どんだけシビアなんだよ。かわいい。小さいやつ買ってきました。テキサンドだ。みんな食べれるように。あー、ここまでだ。PC 持ってくれんじゃない。ケーキ、食べないですか。その切り方おかしいですね。指ぐちゃぐちゃになって、パワー系すぎて、アルチューカラからみたいな。ダメですよ、マジで。マジでアルチューカラからみたいな。どれがどれ。これ、これ、これ。本配信見てください、気になる方。本配信 YouTube で。わ、一口だ。じゃあ俺これ。一口。これ最後の残りですよ。6等分してあるんで、どうぞ。最後の残り。コーヒー1日前の。あれ、一口のサイズじゃないって。うまい。一口いけるっすか。いけるいける。鈴木さん、いけるっす、それ。いや、無理です。いける。いける。うまい。クリスマス感、出てきた。